電車から丸は、かつてあなた方が同じ子を追っていった海域を航行しています。やはり講習とか研修あるんですけれど、それよりも人と人とのコミュニケーションみたいなものが多くて、自分としては楽しかったです。At first I thought it would be very different from, I guess, our culture, but I find a lot of similarities. いろんな地方の方と友達になって、行事などでやっぱみんなで一緒にいろいろやって楽しかったです。今はもう少し乗っていたいなって感じです。やはり僕も、もう少し乗っていたいな。みんなと別れるのは寂しいわけです。とっても楽しくっていっぱいお友達もできたし、もう本当に船降りたくないです。I don't want to get off. I want to stay. It's an excellent program for young people. I think it offers good training and a wide variety of subjects. And I think, like Robert says, the discipline that we learn will help us in the future, for our jobs and when we get married and have our families. I think that, the Hawaii group is very grateful to have been a part of this year's BNG plan, and we know that it will be a success no matter what country you visit. 長いようで短いような、そんな体験航海も今終わりを告げようとしております。もう少し皆さんと航海を続けたい、そんな気持ちでいっぱいでございます。
かったです。ありがとうございました。楽しかったです。すごいなんかもう少し後悔です。また行きたいです。絶対に。どうもありがとうございました。疲れました。大変いい思いになりました。晴れやかな顔で帰国した団員たち、心の土産はいくら人に分け与えても減らない。和光土の船はまさにこの笹川会長の言葉を実証するものでした。会長の提唱した B&G プランは今回も多くの人々に心の土産を残し、さらに国際親善に新たな足跡を記したのです。